ピーターシフ、ピーターシフは、アメリカの経済評論家、著作者、株式仲介者であり、現在ユーロパシフィックキャピタル社の社長を務めている。シフは、アメリカ経済に対する弱気の見解と、2008年の経済危機を予言したことで広く知られている。そして彼の著書、クラッシュプルーフ、ハウツープロフィットフロムザカミングエコノミックコラプスによって、一躍メディアでの知名度を上げた。 著書の他に CNBC、CNN、CNN インターナショナル、FOX ニュース、ブルームバーグテレビジョン、FOX ビジネスといったアメリカの経済ニュース番組に頻繁に出演していることでも知名度を高めている。これらの番組では通常アメリカ経済に対して楽観的な立場を取る評論家に対象させるための悲観的立場としてキャスティングされている。彼はまた ウォールストリートを読み解くというインターネット、単波放送、およびポッドキャストの生放送ラジオ番組を持っている。シフはオーストリア学派やルートビッヒフォン・ミーゼス協会の支持者であり、ロンポールが2008年大統領選の共和党予備選挙に出馬した際には、彼の経済顧問を務めた。そこでは、緊縮財政、小さな政府、自由市場を提唱している。ありがとうございます。